おはようございます。2022年11月2日水曜日の朝です。今日の体重は 64.25 でした。体脂肪率は 37.2% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は晴れですね。すごい太陽ギラギラ、ポカポカっとあったかいですね。でもまあもうこんな季節ですからね、風がちょっと冷たい感じはするけど、風がないので過ごしやすそうな感じがしております。今日もですね、やることは山積みではありますけれども、疲れも取れて元気になってきてますのでですね、ちゃんと運動とかも取り入れて頑張っていきたいなと思っております。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、ソーセージ、レタス、おつゆは白菜と椎茸、そして玄米ご飯とヨーグルトにいちごジャムのっけて食べます。手作りなめたけ作っております。今11時です。気をつけていいですね。すごい天気いい感じです。それでですね、本当は水曜日ご近所のお寺安隆寺さんでヨガがあるんですけど、今日もヨガあったんですけど、私まだ手がもう動くんですけど完璧じゃないのでですね、ちょっとまだ運動とかはやめとこうと思ってお休みしたんですよ。でもその後にですね、今日はヨガの後にみんなで安平山を登ろうっていう日だったんですよね。で、私も本当はヨガと安平山登山一緒にやろうと思ってたんですけどこんな感じなんで登山だけ参加することにしました。で、今からですね、ちょっと安平山の方に向かいたいと思います。本当はですね、ヨガインストラクターのあかねさんがうちに迎えに来てくれるっていうことだったんですけど、ちょっとうち早めに落ちてられたのでですね、ヨガをやっているアンリュージさんの方に自ら迎えに来てみちゃいました。坂がね、息上がるんですよね。よいしょ、行ってみよう。今日は7人くらいでですね、登るみたいですね。楽しみです。ちなみにこちら住職の車です。かっこいいですね。ちゃんと走るんですって。いやー、かっこいい。エリコロの動画、今日はこのメンバーで安平山登りますよ。えーイエーイ。あー大丈夫かな、私先頭で行きます今日はみんなで登るから楽々コース。えーイ。紅葉はもう終わっちゃってますね。はい、まいちゃん頑張ってね皆さん頑張ってねはすぐそこですよ。あ、みんな来てるかな。あ、みんな来てるね。頑張って、もう着きますもう着きますよ。もう着きます、もう着きます。あ、頂上着いた。気持ちいい。あ、間違った、これ動画だった、間違ったでだんだんしております。もうちょっとで帰るんですけども、今回もですね、こっちのスキー場のなだらかコースの方からですね、ちょっと帰ろうかなと考えておりますよ。健康の鐘があったよ、知らなかったさすがアビラ町ちょっと健康の鐘鳴らしましょうか。手首治りますようにスキー場からみんなで降りております。綺麗ですね、気持ちいいですね。
無事に下山できましたよ。すごい楽しかったですね。みんなで登るとワイワイしてですね、登山っていうよりも普通になんか女子会しながらずっと喋りながら登ったり降りたりしてきましたね。楽しかったです。これから帰ります。帰ってきましたよ。いい汗かけたし楽しかったです。中入ります。エリコロの動画、今日のお昼ご飯です。今日はホッケの西京漬け、大根おろしと手作りなめたけ、おつゆは朝と同じ白菜と椎茸、玄米ご飯と納豆で食べます。じゃん、こちら何だと思いますか？これですね、うちの母親が作った玄米のお菓子です。これなんかポップコーンみたいな感じで香ばしくてですね、もう玄米 100% のお菓子なので、添加物もまあ入ってませんよね。100% ですから。すごく体にいいお菓子。食べます！マダラの小和え作っております。知らなかったけど、これは北海道の郷土料理だそうです。私は全国誰でも作ってると思っておりました。今日の夜ご飯です。今日は豚肉とピーマンの甘辛炒め、レタス、マダラの小和え、チンゲン菜のニンニクスープ、ご飯の代わりにジャガイモで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はすごい楽しかったですね。天気も良かったので、なんかたくさん大勢でですね、安平山に登ってきましたよ。なんかあんな大勢で山登りするのって多分小学生ぶり、登山遠足ぶりとかかな。すごい面白かったですね。なんかあんな風に大勢でワイワイって登って頂上に登って、わー綺麗、ワイワイワイってやるのもですね、なんかちょっとなんていうの、なんかちょっと若返る感じがする。楽しくてですね、面白かったです。そう、それでですね、いつもは家から歩いて安平山まで行って、登山口から登って降りて、また家まで帰ってくる、歩いて帰ってくるんですけども、今日ちょっといろいろやることもあってですね、時間があんまり私もなくてですね、一応お家から安平山の登山口までは、ヨガインストラクターの茜先生にですね、車で送り迎えをしてもらいましたために、万歩計の歩数は4000歩くらいしかありませんでしたね。登って降りてきて大体それくらいなんですね。なんですけど、一応坂道こう登ったりして、心拍数も上がったり、まあ、スキー場の方、緩やかな方から降りてきたけども、登山ってそうなんですよね。登る時の筋肉よりも、下っていく時の方の、太ももの筋肉、足の筋肉ですね。その方がしっかり使えてるっていうのを聞いたのでですね。良かったんじゃないかな。運動としては良かったかなと思います。でもなんか最近本当に有酸素運動するにも筋トレするにもですね、結構自分に負荷かけて、ああ、やったっていうくらい やってたのでですね、ちょっと物足りなさは実はありますね。ああ、だからもうちょっとやりたいな。もうちょっとなんかがっつり何かをやりたいって感じがします。でもですね、このちょっとずっと手、もう一週間くらいですかね、一週間以上か、手痛めてるんですけども、この手首というか親指の関節、人差し指と親指のこの関節から、ここが痛いから手首も痛いみたいな感じだったんですけど、だいぶもう良くなったんですよね。まあ握れもしないし動かせもしなかったんですけど、もう全然こうやってやっても大丈夫なんですが、今日、結構家事とかもやるとですね、やっぱりちょっと手首に違和感が出るんですよね。だからまだ完全じゃないのかなとかって思います。ちょっと、関節はだいぶ良くなってるんですけどね、なんかちょっとまだ手首が違和感って感じがして、完全じゃないので、もうなんかほんとダンベル持って筋トレしたいんですけどね。でもちょっともうちょっと様子見ようかなって思っております。はい、そんな感じですね。なので、今日も水曜日、そうだ、明日祝日だって私忘れてたんですよね。そうだ、明日木曜日、木金土日
あと4日間はもうちょっと、もうちょっと何か自分の中で動いたって感じの運動を取り入れたいなと考えております。はい、あ、ご飯の方も今日全部自分で作れたのでよかったかなと思ってますね。この調子でご飯もですね、バランスよく美味しく食べていきたいなと考えております。はい、そんな感じで今日これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。